クロバーの便利な道具で作る入園入学グッズ、上履き袋。表生地2枚、裏生地1枚、30センチに切ったベルト1本、11センチに切ったベルト1本、10センチに切った紐1本、 D カン1個を用意します。方眼定規、水性チャコペン、アイロンチャコペン、布切りハサミブラック、色分けピンクッション、ディスク待ち針耐熱、カットワークハサミ、アイロン定規、滑らか目打ちなどを使います。1、表袋にベルトをつける。生地の柄の向きを確認してから表側のベルトをつける位置に水性チャコペンで印をつけます。生地端から2センチのところにベルトを待ち針で留めます。生地端から5センチの印のところを縫ってベルトを固定します。短い方のベルトは D カンを挟んでから半分に折って重ねます。2、3針縫ったら返し縫いをし、斜めに縫います。向きを変えてまっすぐ縫い、もう一度斜め方向に縫います。外側の四角形部分を縫い、最後は返し縫いをします。バツ印に縫えました。2、表袋を仕立てる。ベルトをつけた生地を中表に合わせます。縫い合わせる部分を待ち針で留めます。縫い始めと縫い終わりを返し縫いして、両端と底を続けて縫います。両脇と底の縫い代をアイロンで割ります。アイロン定規を使って袋口の上から5センチのところに折り目をつけておきます。内袋も袋に仕立て袋口に折り目をつけておきます。濃い色の生地には白く浮き出るアイロンチャコペンが便利です。3、マチを作る。底が三角形になるように折り、端から6センチになるところに印をつけます。待ち針で留めてから縫い始めと縫い終わりは返し縫いをして印をつけたところを縫います。
縫った場所から1センチのところで生地を切り、ほつれてこないようジグザグミシンで縫っておきます。4、仕上げ。表袋を表向きに返します。その中に内袋をそのまま入れます。脇の縫い合わせ線同士を合わせて、袋口周りを待ち針で留めます。長い方のベルトを手前にして、左側に紐を挟んで待ち針で留めます。細い袋口などを縫うときは、ミシンのベッド、補助テーブルを外します。端から 0.2 センチのところを一周縫います。上履き袋ができました。